はい、デュッセルドルフドラッヘンブルグ城いかがだったでしょうか。いやですね、昨日ね午前中さ晴れるって書いててキーネシスミンデルに着いたらさ雨降ってきて、わー絶望だなと思ったんですけども、お城の付近まで行ったらね無事雨が止んでよかったです。いやー昨日の企画失敗かなとちょっと思ってしまったんですけども、なんとか晴れてよかったでございます。そしたらですね、こちらのホテルの簡単な説明を、ですね、ホテル朝日さんはデュッセルドルフの駅から歩いて5分ぐらいですかね、の位置にあります。私が今回予約したのはペントハウスというところで、まあ、ベッドルームそれとバスルームがあって、こんな感じでね、なんて言ったらテラスって言ったらいいんですかね、テラスみたいなのがあってちゃんと椅子があって外が見えるような感じになってます。今日はねちょっと曇りでめっちゃ寒いんですよね今日昨日暑かったじゃないですか。昨日30度ぐらいあったんですけど今ね17度ぐらいです。結構寒い目やってます。こちらのペントハウスで1泊170ユーロだったかな、170ユーロ、まあ一人で泊まるにはちょっと高いんですけども、家族で一応泊まれるようになってるんで、これで171だったら安いんじゃないでしょうか。朝食もね、1泊分つけております。朝食は動画見ていただいたと思うんですけども、和食もちょっとありますのでなかなかね満足いくんじゃないでしょうか。そうしましたらですね、これからチェックアウトして ICE の電車に乗ってデンハーグに帰りたいなと思います。よろしくお願いいたします。それではチェックアウトしてまいります。はい、無事チェックアウトしました。ありがとうございました。ホテル朝日さんですね、こちらですね。いやー良かったです、ごちそうさまでした。それとありがとうございました、泊めていただきまして。オンラインでね、オランダの場合は銀行振込っていうのができるんですよね。銀行振込じゃないな、銀行支払いっていうのができるんですよね、カードを使って。だから私は宿泊する前にオランダ語でホテルズ .com のアプリを開いて、そっからお金を支払いして泊まることができました。というわけでおっさんは今駅向かって歩いてますよ。今日はね雨ではないんですけど、なんか一日曇りみたいなことを天気予報で書いてましたね。はい、デュッセルドルフの駅です。いつも通りですね。ですね、今回ね使ったチケットなんですけど、これ給油チケットなんですよ。普通に、まあ、買う場合は買っていけば多分買えると思うんですけど、これ給油チケットでね、月を選んで1ヶ月セカンドクラスと、セカンドクラスで特急以外は乗れるのかな、自由にバス、地下鉄、トラム、それも全部乗れるようになります。こういうチケットがあるんですけど、私はね今回これは紙ではなくてね、オンラインでアプリ上でね、 Deutsche Bahnのアプリで買いましたんで、一応持ってたんですけどね、結局ね今回は1回もねドイツバーンの人検察に来ませんでしたね。もう電車がさすっげえ混んでるのとさ、あんな検察回るほどね隙間がなかったぐらい混んでましたからね、ちょっと悲劇でしたね。ねおっさんの電車がね9時8分なんで、まだねここには乗ってないんですよね。これには全く乗ってないです。8時45分までですからね、まだ時間いっぱいあるから、ちょっと時間どっかで潰すとか。はい、突入。こんな感じですね。30度。ユトルヒトで乗り換えて、デンハーグのセントラル行きますので、この席で会っております。ね、見た感じね、誰もこのファーストクラスには乗ってないですね。おっさん一人だな。まあいいんですけどね。はい、乗り込みました。座って落ち着いております。掃除の方がいらっしゃいましたね。さらばデュッセルドルフ、次回からの3ヶ月後だ。また会いましょう。めちゃやれる、めちゃやれる、めちゃやれる。もうすぐね、デュッセルドルフの駅ですね。なんか曇ってたのでめっちゃいい天気になってきましたよ。今日一日晴れるかな、曇りのはずなんですけど、天気予報おかしいな。
Sergeant Park was still on the next. はい、デュースブルクの駅に到着。ここにね、おっさんが行きたいって思ってる動物園が一つあるんですよね。ここにある動物園にね、コアラがいるらしいんですよね。ですので次回あたり行きたいですよね、デュースブルク。はい、ユドリヒトセントラルまで着きました。ですね、こちら乗ってきましたよ。見えるかな、後ろ。こんな感じです。ですね、ユトリヒトに無事着いたんですけども、これの次の乗り継ぎのね、デンハーグセントラル行きの電車が、11時15分ぐらいにあったんですが、それがね、なんかテクニカルカポットとかなんか書いてあって、要は電車が走ってませんよってことになって、でその次がですね11時40分になるんで、30分ぐらいちょっとねユトリヒトで時間潰すことになりました。なんかちょっと食べましょうかね。じゃあユトリヒトに駅行きましょう。はい、おっさんでございます。結局ね、食べるとこ悩んだ結果、アルバートハインでコーヒーとサンドイッチ買いました。サンドイッチはなんだっけな、キップペストって書いてあるね、鶏のペストソースのサンドイッチですね。こんな感じのサンドイッチです。ジャストゴールド。朝ね、ホテルで朝食付き食べたんですけど、これで今日はパンです。 H. マークレイク。パンが硬い。でも味は美味しいですね。今回はね、なんか電車のトラブルが多いですね。平和的に行けるかなと思ったら30分遅延なの、満席で座れないなの、帰りは電車がなくなるなの。ただそのオランダまで帰ってきてしまえば、またなんとでもなるんですよ。ドイツだとどうしようもなくなるけど。まもなく出発ですね。あ、出発しましたね。ちょっとね、混んできたんで動画止めます。はい、おっさんでございます。無事ね、デンハーグのセントラルの駅まで帰ってくることができました。いやね、電車トラブルとかもありましたけども、なんとかね、無事につけて無事に帰ってこれるのが幸せでございます。これでね、ドイツの動画は終了でございます。ご視聴ありがとうございました。またね。普段はおっさんゲーム事業やってます。仕事休みの時はオランダ各地を回ります。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。